GTA スパーノは、スペインの自動車メーカーである、GTA モータース社が製造、販売予定のスーパーカーである。インテリア2009年4月29日に、正式発表され、限定99台だけの生産予定。発表当初の最高出力は 840PS とされていたが、現在のスパーノの公式ウェブサイトでは、約 938PS とされている。ボディは、 軽量素材で構成され、車重はわずか約1.4トンにまで抑えられている。エンジンは7.9リットル V10 エンジンをスーパーチャージャーで加級したものを搭載し、0時速100キロメートル加速は2.9秒。最高速度は時速350キロメートル超という驚異的なパフォーマンスを発揮する。これらの数値はラフェラーリ、ランボルギーニアベンタドール。 マクラーレン MP4 から 12C、パガーニウアイラ、ケーニグセグアゲーラ等、2010年代に登場した、世界の名だちたるスーパーカーに危険収録しのレベルである。内装は、レザー、カーボンファイバーを用いた豪華仕様であり、身長200センチメートルの人でも、十分に座れるよう考慮されている。価格は57万ユーロとされている。ABC 森脇実る。 スペイン初のスーパーカー、GTA スパーのバイオエタノールで8 4 0 p s イマージンメディアレスポンス、2014年10月12日、閲覧。GTA スパーのテクニカルデータ2014年10月12日、閲覧。GTA スパーのインテリアデザイン2014年10月12日、閲覧。ジョナサン・ラムゼイ、翻訳、日本映像翻訳アカデミー。 出力は 1200HP でお値段は7000万円スペイン発のスーパーカーがよりパワーアップ。応答ブログ全米人気ナンバーワンの自動車サイト日本版。2014年10月12日閲覧。ユーロから円の換算レートは閲覧時点でのレート。ありがとうございます。